皆さんこんにちは、ウィキです。はい、今日はですね、めっちゃ白飛びしとるけど、めっちゃ白飛びしてますが今日はですね、はい、現在の時刻がですね、9時です。午前9時です。はい、まあちょっとね、朝ごはんにしてはちょっと遅いかもしれないけれども、はい、モーニングドライブということで、今日はですね、朝ごはんに私のお気に入りのパン屋さんに行きたいと思います。イエーイ、パン屋さんに行きます。焼きたてパンでね、めちゃくちゃ美味しいお店で、車をね、眺めながらパンを食べることができる。そして、はい、真隣にはですね、洗車場もあるっていうね、車好きにとってはすっごいね、なんか、で、まあ、車好きの方からしてみたらですね、私もそうなんですけれども、いや、みんながみんなそうじゃないと思うけど、結構ですね、朝のドライブが好きな方ってとってもなんか多いと思うんですよ。私の中でのイメージなんですけど、車が好きな人って意外となんか午前中とか日曜日の朝とか洗車してドライブしてみたいなね、朝活って言うんですよ、そういうの。朝活が好きな方って結構多いと思うんですよ。そういう方におすすめ、まあ、朝昼まあ、問わずなんですけれども、まあ、朝の時間帯でも昼の時間帯でも、まあ、自分の愛車を見ながらですね、ご飯が食べられる。でも朝の方が割とね、なんかやっぱ活動してる人が少ない時間、まあ、朝の方が活動してる人は少ないと思うんで、割とね、自分の車をなんか独り占めして見ながらご飯が食べる、パンが食べられるっていうね、私の中では、まあ、朝おすすめ朝行くのがおすすめなところがあるので、今からそこへ行きたいと思います。それでは出発進行。よいしょ。じゃあそれでは朝活行ってきます。行きます。どちらかというと私ですね、活動の時間帯的にはちょっとなんかおばあちゃんみたいな、なんか時間帯で動くことが私多くって多くてですね、まあ、夜よりも朝の方がなんか元気に動けるんで、どちらかというと夜ドライブってよりも朝ドライブの方が私はですね好きなんですよ。そう、
待ってサンドライブに行こっかねみたいな感じできるわけですよ。で、まあ旦那さんもですね、洗車が終わった後に大好きな奥様と一緒に美味しいパンを食べながら、美味しいパンを食べながらね、大好きな愛車を眺めながらパンを食べて、そして朝活だから、そうお昼からもね、お昼からも景色のいいとこにドライブ行って、めっちゃいい一日が過ごせるわけですよ。いや本当、早起きは三文の徳って言うんですけど、よく、いやそれはもうまさにそうだなと思って、なんとどういうことでしょう。ちょっとはい、ということで、はい、コンビニのはい、ミニストップのですね、タピオカを買いました。ミニストップのタピオカってめっちゃ美味しくって、なんかさ、市販っていうか、よくスーパーとかに売っとるやつは、タピオカはね、なんかあんまね、なんていうのゼリーみたいな感じのが多いんやけど、これはね、なんかもちもちしとるんよ、タピオカが。だっけ、ミニストップのタピオカは大好きです。前なんかタピオカ、何やったっけ、なんとかミルクカップ、何やったっけ、ミニストップで期間限定に出てたなんかタピオカがあったんですけど、それめっちゃ美味しかった。何やったかな、プリンタピオカ、いや何やったっけ、いやプリンじゃなかったっけ、 なんかね期間限定で取るやつがあって、それめっちゃ美味しかったです。ちょっとご紹介できませんが、期間が終わってしまったので、タピオカのいちご味です。の美味しさ、乾杯朝活でパンを食べたくって言ったけど、まああいにくの天休日ということで、急遽タピオカドライブに変わってしまいましたが、まあタピオカも美味しかったので、まあよしです。はい、またちょっとリベンジして、朝活で今日ご紹介する予定だったパン屋さんに行きたいと思いますので、また動画の投稿楽しみにしていてください。いいなと思った方はですね、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあそれではおつゆきでした。バイバイ、またねー。